なんだろう、さっきより卵がでっかい。顔は誰の足の昔の方が。この模型は縮尺が1000分の1です。爆弾が爆発して、あの火の玉を作り出して、これだけの町焼き払ってしまったわけです。今、この模型は火の玉の大きさが爆発1秒後に直径が280メートル、最大の大きさになったと言われているんですが、その大きさを表しています。皆さんが入ってこられた東館の一番東の端から、国際会議場の西の端まで、一続き全部入れても250メートルです。だからあの火の玉というのは、この一連の建物がすっぽり入ってもまだ余るような、そういった大きさの火の玉が地上600メートル、東京スカイツリーのてっぺんのあたりです。一秒前には何もなかった空間に突然この火の玉が現れて、表面の温度が5000度って言いますから、もう太陽並みです。あのちっちゃな太陽から放射線と熱線と爆風が街を襲って焼き尽くしてしまいました。もともとアメリカ軍、この爆弾、威力が大きいというのは分かってましたから、これぐらい高いところで爆発させた方が、爆風が遠くまで届いて被害が大きくできるということで、落とすときに高度計を仕掛けて、あの模型、一番頭にアンテナがついてますけど、あのアンテナ、レーダーでもって高さ測ったんですね。で、大体狙い通りの高さで爆発させて、狙い通り被害が広がってしまったわけです。今、あそこに白いマークでこの間の位置と書いてありますけど、私たちがいるこの辺りでも温度は2000度になったと言われています。鉄の溶ける温度が1500度ですから、まあ、熱線が続いたの3秒、4秒の短い時間ですけども、その間、この辺りですら鉄も溶かす熱線で焼かれてしまったわけです。あの堀の中には広島城がありました。国宝の立派な広島城天守閣があったんですけど、国宝の城まで爆風で吹き倒されてしまったんですね。1キロ先の城が倒されるぐらいの爆風ですから、もう市内にあった木造の建物というのは一瞬のうちに上から押し潰されて、人を閉じ込めたまま燃え上がって大きな被害をもたらしたわけです。鉄筋コンクリートの建物だけはなんとか残骸が残ってますけど、中はほとんどが全壊全焼の状態です。例えばちょうど真ん中あたりに T の字型をした原爆投下の目標になった相生橋というのがあります。あれのこちら側に大きな鍵の字型をした鉄筋コンクリートの建物がありますけれども、あれは裸足の元が戦後通った本川小学校のモデルになっている本川小学校という広島でも有数の大きな小学校です。あの昨年亡くなった裸足の元の作者中澤啓治さんが終戦直後の一時期実際に通った学校です。あの朝の学校にも200人余りの子どもたちが登校してたんですが、助かったのは女の子一人です。あの学校では女の子一人と先生がお一人、2人助かっただけなんですね。だから鉄筋コンクリートとはいえ決して安全ではなかったわけです。年末までに14万人の方が亡くなったと言われています。その後もたくさんの方が亡くなり続けています。現在慰霊碑の中の犠牲者名簿には28万人余りのお名前が登録されています。また明日8月6日あの記念式典の中で、市長がこの1年間に亡くなった犠牲者のお名前、また何千人かのお名前をあの登録することになります。ただ原爆ドームから南側のちっちゃな橋はのこちら側に渡ったところ、一つ四角い鉄筋コンクリートの建物が川の近くに建ってます。あの建物は現在も平和公園の中に残ってます。現在ゲストハウスの休憩所案内所として使われている建物です。あの朝の中で37人の方が勤務されてました。そのうちの一人、たまたまあの瞬間地下室の倉庫に物を取りに置いてた方がおられて、その方は助かりました。47歳で被爆されて84歳まで40年近く生きられたんですね。爆心地から言うとわずか170メートルしか離れてないですから、もうまさに奇跡の生存者だというふうに言われてます。ただこの廃墟の中ですけど、ここに路面電車で焼けた跡があります。これの西の終点から1つ2つ3つ目の鉄橋の手前まで、3つ目の鉄橋は焼けて電車すぐには通れなかったんですけれども、あの鉄橋の手前まで短い区間ですけど、この区間をわずか3日後に電車の運転が再開されました。まだ街がくすぶってる時です。この広島の路面電車をやってる広島電鉄がもう徹夜の特貫工事で再開を果たしました。再開後一番電車の車掌になったのは16歳の女学生さん で、いつもだったら菊と釣り線の入ったカバンを渡されるんですけども、この時は空のカバンを渡されて、で金のない人からもらわんでええでって言われて乗務されて、まあ、ほとんどの人金なんて持ってないですから、皆さんお礼だけ言って乗っていったわけです。まだ被爆3日後、戦争も終わってないですから、もうなんとか生き延びた傷ついた町の人たちが何も知らされないで、何が起こったのかもわからない、もうこれから広島どうなるんだろうと思った時にこの電車が動き出したのを見て、あ、広島も復興できるんだっていうことですごく力づけられたって言われてます。
で、この時の体験があるから広島の人は未だに路面電車が好きなんだと言われてるんですね。今広島してる路面電車の数、お客さんの数も断トツで日本一です。他の大都市が市電やめたって言ったら広島電鉄が中古の車両を安く買ってきて広島でそのまま使ってますので、広島はもうファンの間では動く電車の博物館ということで有名で、皆さんいろんな電車を見にわざわざ広島まで来られるぐらいなんですけど、それぐらい広島の人が路面電車が好きなのはこの時電車に助けられ力つかれた体験がね語り継がれてるからというふうに言われてます。で、戦後はあの白いマークになります。この資料館から北一帯の三角州の部分、もう被爆前は広島でも有数の繁華街だったわけですけども、この部分を平和公園に作り変えることが決まりました。ちなみに言いますと、現在の原爆ドームも当時は広島県産業奨励館という、まあ、今でいうデパートのような働きをしていた建物です。あの日本で最初にバームクーヘンが生み出されたのはあの建物の中なんですね。今の神戸に本店がありますユーハイムを始めたカール・ユーハイムが初めてあそこでバームクーヘンを生み出しました。あの関心のある方はユーハイムの本店をご覧ください。あの、まあ、ちょっとした説明が載っています。で、戦後そこを平和公園に作り変えたんですが、まあ、あまりに瓦礫がひどいので瓦礫の一部は残して鳴らしてその上に土をかぶせて、その上に現在の木を植えて今の平和公園が出来上がっています。だから皆さんが平和公園を歩かれたらまだ 5,60 センチ足の下にはこの当時の役田町の瓦礫が一部残ってるんですね。あのレスターハウスの南側に11年前に国立の平和記念館という新しい施設がオープンしたんですけど、あの建設工事現場からもあの遺骨までは出てこなかったですが、遺品ですとかあとの家財道具、まあ、黒に明かりだと家財道具たくさん出てきました。だから平和公園全体にそういったものは今もそのまままだ静かに眠ってるわけなんです。で、結局もこれが一番最初の核兵器です。今の水爆といったらこれの数十倍から大きなものになったら1000倍2000倍、今まで核実験された最大の核兵器は広島原爆の3000倍以上の威力を持ったソ連の水爆だと言われています。これの1000倍とか3000倍とか言われてもちょっと想像もつかないですけども、それだけ核兵器がどんどん恐ろしい武器になっているということです。以上です。あと何かご質問ありましたらお答えします。